はい、こんにちは、社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合、年齢的にはですね、もう老齢厚生年金を受け取っていただける年齢になっておられたとしましてもね、実際は役員報酬が高いので年金が支給停止になっている、こういう役員さんがとても多いですよね。そこで私どもでは、そういったお悩みを解決できます役員報酬最適化という情報をお伝えしております。これは役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、支給停止になっている老齢厚生年金を実は受け取っていただけるようになるんですね。ご興味のある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。